空が何色かってのあんたには大事なことかい？私にとっちゃ間違いなくそうなんだ。心に目指す空の色、私のはダークブルーだ。服用期の時代から4世代ずっと飛び続けてきた家系に生まれた。だがじいちゃんは私を空軍に入れようとしなかった。父さんの戦死のことでじいちゃんはオーシア空軍を信じてなかった。だがなアビー、お前にも目にしてほしいんだ。あの上の方、成層圏の青黒い空を、その手で自由に操縦するコックピットから。だがな、じいちゃんが放ってよこした雑誌にはこう書かれてた。とうとう戦闘機が無人化されようとしている。今に自分の手で操縦桿を握る人間なんていなくなる日が来る。こいつはいかんぞ。よくないな。知ってるかい？西の砂漠のただ中に前の戦争で使われた飛行機どもが眠ってること。大事にモスボールされた機体もあれば、すっかりジャンクにくたばり果てたやつもある。管理人はじいちゃんのことはよく知っていて、ジャンクの方から少しずつ引き出しても何も言わなかった。そうして飛べる機体を組み立てようとしたんだ。私とじいちゃんと、じいちゃんの昔の戦友たちの手で。私は年寄りたちの間で口が悪くなり、腕を鍛えられ、けれど古強者らの老眼ひどく、結局ほとんどを私の手でこなすしかなかった。操縦の練習機を借りた飛行場でそいつを見た。無人で飛ぶ実験機だ。ヨタヨタして出来の悪い模型飛行機みたいな代物だった。侮っちゃいかん。技術の進むスピードを侮るやつはあっという間に置いてきぼりを食っちまう。6年と8ヶ月かけてエンジンに火が入った。それからまた1年半と少々、機体のバランスを完璧に近いところまで持っていった。私は小娘からもうちょっと年のいった女になってたさ。そして一人ぼっちにも、ああ、じいちゃんと戦友たちの魂がダークブルーに染まった空の上の安らかなところにありますように。その日が来た。こいつで音の壁をぶち破れた。ただ飛び上がって加速し上昇するだけのマシンだ。上昇する。まっすぐに高度を上げ、雲海を突き抜け、空の上の方へ。ダークブルー。その入り口まで来た時、オーシア空軍の戦闘機が見えた。何かを追っかけてる。その時気づいた。この連中が追ってるのは無人戦闘機だ。 G をかけ放題。畜生、なんて運動性能だ。無人機の上にバラのマークが見えた。エルジアの国章だが、海の向こう別の大陸の国じゃないか。バレた。この機体に ISF なんか積んじゃねえ。それに旋回は得意じゃねえんだよ。集まったか。落ち着いてくれ。静かにしてくれ。諸君らは国際停戦監視軍の一員として今日までこのユージア大陸の平和を維持してくれてきた。今日まで。先ほど我が国際停戦監視軍のレーダーサイトが接近する所属不明機群を通報してきた。直後
当該レーダーサイトからの通信が一切断たれた。所属不明機による攻撃を受けたものと判断する。任務を伝える。このユージア大陸における停戦協定が十数年ぶりに破られた可能性がある。国際停戦監視軍フォートグレイス基地飛行隊は本日をもって銃警戒序列に移行。出撃命令を受けた隊員は当該地域へ緊急飛行し、所属不明機の発見、捕捉、威嚇射撃をもって強制着陸せしめよ。もし敵から反撃を受けた場合は、その時には。なんだ、爆発か。おい、煙が上がってるぞ。攻撃を受けています。複数の所属不明機を上空に隔離。上空にバカな。北部のタンクファームが爆撃を受けました。負傷者多数。スクランブルだ。各機は直ちに離陸し、当基地へ攻撃を行う所属不明機を排除せよ。これは訓練ではない。レーダーサイトは依然沈黙。スクランブルだ。早く空に流れ。雷撃されるぞ。何が起きた。爆撃機が飛来。地図は不明。出るぞ。早く滑走路を開けろ。明治隊滑走路へ向かえ。ゴーレム隊テイクオフ。スカイキーパーとのリンクは完了。明治隊の離陸急げ。基地が被った損害は現在確認中だ。分かっているのは停泊中の空母アルバトロスが撃沈されたこと、来襲してきたボギーがエルジアのものだということだ。ユージア大陸各地に駐留していた国際停戦監視軍の他の基地も同様に襲撃を受けた。損害は大きい。初戦で受けた打撃を回復できず負ける戦争は多い。だからこそ迎撃に成功した意味は大きい。君たちが戦局を覆す存在になる可能性があるからな。よくやってくれた。本日13時、エルジア王国がオーシア連邦に対して宣戦を布告しました。この直後、オーシア各地に多数の軍用機が飛来し、破壊活動が行われました。空軍省の発表は、攻撃に使われたのは全て無人機であり、密かに国内に持ち込まれていた貨物コンテナの中から発進したのではないかとしています。海軍省によれば、一連の攻撃はオーシア国内数カ所の軍港に向けられており、オーシア海軍の航空母艦は停泊中と建造中のもの全てが損傷したとのことです。洋上を航海中だった空母その他の艦艇については発表がありません。さらに、ただいま入った臨時ニュースです。南ユージアに建設中の国際機動エレベーターがエルジア軍によって占拠された模様です。なお、ハーリング前大統領が機動エレベーターを視察中でしたが、消息は不明です。一部政府筋は、今回の宣戦布告はハーリング前大統領が掲げた政策により、エルジア王国があるユージア大陸に建設された機動エレベーターに対するエルジア側の経済的不満が引き金になったと推測しています。オーシア連邦大統領府は非常事態権限法を発動し、ユージア大陸派遣停戦監視軍を含むオーシア陸海空軍に対し、直ちに反撃準備に移るよう命令を下しました。国民の皆さん、我が国は戦争状態に入りました。繰り返します。エルジア中央放送からのニュースです。オーシア海軍の航空母艦ケストレル2の艦載機がエルジア王国の首都ファーバンティ付近に対し攻撃を行い、エルジア空軍機がこれを撃退しました。なお、この空襲中にオーシア軍機から放たれたミサイルが市街地で爆発、また撃墜されたエルジア軍機が複数住宅地に墜落したとのことです。世界はこんなだった。20年前、小惑星が砕けながら地球にぶつかった。軌道に正面向いてたユージア大陸はこっぴどく痛めつけられた。大陸で一番でかいエルジア共和国には難民が押し寄せ、国がめちゃめちゃになった。やけを起こして戦争を追っ始めたが、この戦争はエルジアの負けだ。うちの父さんが死んだのは次の戦争だ。二つの大陸の巨大国家同士が争って、うまく手打ちにしてのけたのがオーシアだった。オーシアは世界に平和と安定をもたらすのは自分たちだと考えるようになった。痛手から立ち直れないユージアの国々を救ってやろうとさえも。ユージア大陸には文字通り天へ向けてそびえる軌道エレベーターが作られた。主にオーシアの金で、
提案したハーリング大統領というのは善意のつもりだったんだろうが、エルジアあたりには支配を持ち込む構造としか見えなかったわけだ。エルジアは共和国から王国に戻ってた。彼らが始めた戦争はなかなか見事なものだったらしい。宣戦布告から時を置かず、軌道エレベーターにエルジア軍が吸収し、無血のまま塔を抑えた。視察に訪れてたハーリング前大統領の消息は不明。同時にオーシア各地の港に停泊していたエルジア船籍コンテナ船のコンテナの蓋が開いて、無人の戦闘攻撃機が飛び出した。無人機でここまでできるなんて誰も思ってなかった。とことん精度のいいピンポイント攻撃で軍事目標だけを叩いた。民間の町には欠片も危害を加えずに。オーシアが軍隊を世界中に駐留しまくって嫌われてたのに対し、エルジアはクリーンに随分高得点なことをやってのけたってわけだ。私が空のドラッグレーサーで飛び込んだのはそうした真っ只中だった。私かい？生きてたさ。煙が上がるオーシア空軍に不時着し、そこで戦時航空法違反とやらで拘束された。ほんのわずかの間に戦時とかいう生きにくい世の中に変わっちまってた。エルジア王国王女ローザ・コゼット・ミッド・エルセです。オーシアの飛行機のためにエルジアの民間人に被害が出ています。私の通う学校も校舎が壊されました。国民の皆さん残念です。判決を与えられ貨物船に詰め込まれた。一緒なのは軍法会議で有罪の軍人たちと、懐かしいあの砂漠でモスボールされてた軍用機どもだ。何日も南下して、それから東に向かった。着いたのはここ、ユージア大陸のエルジアとは何千キロも隔たった反対側の端だ。殺風景な港には真似事の警備艇が3隻。基地だって鉄条網で囲まれて、サーチライトと機関銃が監視灯で狙ってて、ゲートには装甲車がいつも居座ってる。その砲塔は内側を狙ってた。牢獄だ。対空陣地の半分はダーミー、タンクローリーの半分も膨らませた風船。滑走路の何本かは地面に描いたただの絵だ。本物なんて一つもないまがいものの基地。私は超音速機をレストアした腕前を買われて連れてこられた。モスボール機のスクラップで偽物の滑走路に並べる何かを作れと言われた。バカバカしい。私は脱走を図ったさ。だが奴ら犬を放ちやがった。エルジア王国がオーシア連邦およびユージア大陸内に国際停戦監視軍を駐屯させる各国に対して宣戦を布告した。宣戦布告の数秒後に開始された奇襲攻撃により、大陸各地の戦力が大きなダメージを受けている。現在ユージア大陸にはエルジアに同調する勢力も現れている。大陸の大半はエルジアと同調勢力によって制圧され、我々は大陸東部に追い込まれつつある。また各国が協力し建設した軌道エレベーターがエルジア軍に占領された。軌道エレベーターは前の戦争の和平の象徴であるとともに、ユージアにおけるエネルギー問題の解決にも大きく貢献するものでもある。これを手中に収める者は大陸全体への影響力を持つことになる。我々はこのような目論見を見過ごすことはできない。フォートグレイス島基地飛行隊は軌道エレベーター奪還任務部隊の戦闘序列に入り、先遣隊として出撃する。第一にスコフィールド高原を東へ進撃する敵部隊を攻撃、味方地上部隊反撃への妨げを排除する。敵は対空レーダー搭載車両複数を街道沿いに配備し警戒している。これを破壊せよ。
今のところ脅威度は低いと考えられる。しかしこちらの航空攻撃により敵も航空部隊を増援することを予想しなくてはならない。その場合速やかにそれを撃退し航空優勢を確立せよ。敵のレーダー車両を破壊し航空優勢の獲得に成功した。これで機動エレベーター奪還任務の最初の障壁が消え去った。事後は他部隊と共同反撃作戦に向かう。機動エレベーターを奪い返そう。宣戦布告直後の奇襲攻撃によりオーシア並びに停戦監視各国軍の艦船やその大半が損害を被った。特に機動エレベーターの周辺ガンター湾近くに在泊していた艦船の被害が大きい。大破着艇した艦数隻が現地に取り残されている。幸いにも新鋭空母ケストレル2は洋上を航行中だったため敵の攻撃を免れた。ケストレル2はエルジア王国首都ファーバンティへの再攻撃に向け準備に入った。さらにもう一隻空母バルチャーがガンター湾からの飛退に成功した。ただし飛行隊を喪失し搭載機欠となっている。本日国際停戦監視軍は機動エレベーター奪還任務を再行する。フォートグレイス島基地飛行隊は空母バルチャーと合流共同してこの任務に当たる。共同任務軍は最初の作戦としてショピンブルグの航空優勢を奪取する。航続部隊の進路確保のためだ。ショピンブルグ付近は現在敵の航空優勢にあり多数の敵航空機による抵抗が予想される。さらによく聞け、開戦当初より敵は多数の無人機を戦闘に繰り出してきている。ここでまた新しい種類の無人機が見つかった。無人航空母機通称アーセナルバードに搭載されている無人機 MQ101 だ。アーセナルバードはオーシア軍が中心となり開発し機動エレベーター支援のため配備した巨大航空機だが、今回の報告はそれまでもがエルジア軍によって運用されている可能性を示唆している。現実ならば非常に大きな障壁となりかねない。一刻も早い機動エレベーター奪還を目指そう。幸運が君たちの上にあること。残念だが今回の両面作戦は失敗に終わった。ファーバンティを攻撃した空母ケストレル2が被弾沈没した。またしても艦載機がエルジアの市街地を誤爆したことから中立国の世論が我々を非難している。我が部隊においても被害は大きかった。しんがりを務めた者たちの活躍がなければ戻れなかった機体はもっと多かったの。状況は芳しくない。だがここで足踏みしている時間はない。我々は機動エレベーターに向かわなければならない。彼が帰還する。ミハイはくたびれ果てている。彼の孫娘たちが彼に手を貸した。15歳と10歳の姉妹。アグレッサーと対決させて運動神経からデータを吸い上げるプロセスでも彼は常に消耗してきたが、今日は肉体年齢があらわになっている。自分から採取したデータで飛ぶ無人戦闘機の損害が
開戦直後よりも次第に増えてきていることを知ると、ミハイは前線の戦況を自らの目で確かめるのだと言い出した。年齢のせいだけではない。あまりに長すぎる飛行時間ゆえに超航空の過酷な環境にさらされ続けた彼の体は痛めつけられ蝕まれていた。だが彼は粘り強かった。今日彼は28年ぶりに戦闘を行った。あのスーツでも無理なのだとすると、彼は実戦ではどれほどの G をかけて飛ぶのか、我々技術人の予想を上回る飛行を行っている。我々の無人戦闘機にはまだまだ改良の余地があるのだろう。懲罰部隊がどう懲罰的かって、ここが腐った場所だからさ。世間のあらゆるところに必ず潜む腐敗の匂いが、ここでは普段呼吸する空気そのもので窒息させにかかってきやがる。ここには何種類かの生き物がいる。ダニのような感触と、どう猛な犬と、懲罰兵のメカニックだ。ああ、それからネズミと、懲罰兵になって空を取り上げられた搭乗員もな。操縦の腕前はいいんだが手癖の悪いやつ、博打しか頭にないバカ、根性ないくせに政治犯気取りのやつまで。こいつらは時々地上でエンジンを吹かす係だった。エルジアの偵察衛星からは赤外線で見えてただろう。防空用の本物の戦闘機なんてここには何機もなかった。前の戦争で負けて以来、エルジアにはもう偵察衛星なんてないはずだろうって。ああ、代わりに優秀なハッカーを育てて、今はこっちの衛星の半分は連中の目になっちまってたんだ。私はたびたび脱走を試みた。その都度犬どもの世話になり、衛星に入れられた。中にいる間は監視の部屋から聞こえる声がいい慰めだった。そう、みんながファンになったのは敵国エルジア放送、自国民を鼓舞するエルジアの王女様の声だった。囚人だけでなく監視どもも敵の王女様のファンになっていて、王女様の出演時間にはボリュームを上げた声があちこちから聞こえてきた。敵はこっち側よりよほどまともに戦力や労働力を得られてるに違いない。王女の言葉には何にも増してその通りだとうなずきたくなる誠実さがあり、最近ではユーモアと華やかさが加わってきた。それに引き換えこっち側ときたら、王女様がオーシアの火を指摘するたび囚人とも燃え上がった。ここの囚人たちほどオーシアの非道を実感している者はなかったからな。オーシアをやっつけろ、おおだ。私はこんなところで汚い空気に窒息させられるつもりはない。ダークブルー、エルジアを欺瞞するためのまがいものじゃなく、大空を飛べる戦闘機を組み立ててやる。私にはそれができる。前回の作戦失敗が示すように、アーセナルバードによって強化された敵正面防空網は突破を困難なものとしている。だが我々は何としてでも速やかに軌道エレベーターへたどり着かなければならない。そこで救援を待っている存在があるからだ。それは環太平洋戦争の英雄であり、軌道エレベーター建設の中心人物でもあるハーリング元オーシア大統領だ。ハーリング氏は軌道エレベーターの視察中海戦に遭遇した。施設を占拠したエルジア軍との戦闘に巻き込まれたものとして最近まで消息不明となっていた。だが最新の情報によれば、ハーリング氏は同行していた武官の働きにより施設内で身を隠し脱出の機会をうかがっているらしい。軌道エレベーター周辺は敵の対空レーダー網が配備されており、大部隊の移動では察知される可能性が高い。そこでまず短期が敵警戒エリアを抜け、そのすぐ後を救出部隊が追う。軌道エレベーター周辺には無数の対空レーダーが設置されているが、調査により都市セレタプラ東南の海岸線沿いが一番監視の手が薄いことが判明している。敵の目を盗むならそこしかない。また今の季節は多くの雨雲が出る。雲の中を飛行することでレーダー網から隠れることもできる。
万が一敵のレーダー網に発見された際には作戦続行は不可能だ。本作戦の短期突破はトリガー君にやってもらう。突破後は救出機の着陸地点確保のため付近の対空兵器を破壊せよ。すぐにゴーレム隊含む後続部隊が到着する。合流後はハーリング氏を運ぶ救出機の援護をしろ。幸運が君たちの上にあることを祈る。作戦空域に入った。これより無線を封止する。こちらからの伝達は行うが機器からの発信は禁止だ。救出機張り付いた。作戦行動開始。バベル了解。バベル了解。撃墜されたぞ。ミサイルはどこからだ。メイジ2のミサイルだ。大仕上げだ。味方機のミサイルが当たったんだ。今情報を収集中だ。憶測は慎め。味方の誤射だ。俺は見た。マザーグース1は空中で爆散した。生存者はいないだろう。ミサイルから自動エレベーターを守ろうとしたようだった。エルジアで英雄を殺しやがって。メイジ1、トリガーなのか。一番近くにいたのはトリガーだ。UAV は護衛対象にしつこく絡んでいた。はっきりしろ。間違いがあったんだろう。アーセナルバードが作戦空域に到達。電気撤退急げ。トリガー、君はしばらく出撃できない。理由は分かる。ハーリング元大統領救出作戦は失敗した。彼の生存は絶望的であると言わざるを得ない。トリガー、君には元大統領殺害の嫌疑がかけられている。査問を受けることになるだろう。残念だが軍法会議になるかもしれない。私らにとっちゃうまくいかないもんで、敵が見事に陽動に引っかかっちまいやがった。まがいものだけでできた私らの基地は規模だけから見ればオーシア空軍の反撃の要みたいに見えたからな。毎日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 の空襲だ。敵がここを叩こうと真剣になったら叩かれて出る損害なんかありはしない。バンカーに並べた張りぼてと因数外の懲罰兵の命、それくらいさ。ダミーを作ろう合間に本当に飛べる機体も組んでみたが、ちょっとは反撃しなくちゃ本物の基地らしくないと思った奴が司令部にいたらしい。幸い搭乗員はそこそこいた。懲罰部隊に落とされた罪の深さと作戦機を操縦する腕前は関係ないらしい。操縦の腕前はいいんだが手癖の悪い奴、博打しか頭にないバカ、根性ないくせに政治犯気取りの奴、そんな連中に操縦桿を握らせて迎撃戦闘だ。毎日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 。そら、今日もまた新入りが放り込まれてきた。こいつは何をしでかしたんだか。私の父さんはオーシア空軍で死んだ。敵に包囲され撤退する友軍のその撤退援護は危険な任務だ。これに志願した英雄的な連中がいた。だが本当に難しいのはこの英雄的な伝言を無事に撤退させることだ。父さんはこの任務に就いた。そして諦めた。遅すぎたと判断したんだ。誰しもが同じように考えただろう。戦後父さんの最後の様子をうちに伝えに来た父さんの戦友が言っていた。次に撤退戦を経験した時、父さんは伝言に志願した。大バカ野郎だ。そして死んだ。やはり誰の援護も得られずに。私はこの話が大嫌いだった。なんて惨めな死に方をしたんだと父さんのことを惨めに思ってきた。
最近この基地に懲罰部隊に放り込まれてきた奴について噂を聞いた。こいつの罪ときたら、なんとその手でハーリングを殺したんだそうだ。前の戦争の時のオーシアの大統領、私がこんなところにいるそもそものきっかけ、じいちゃんが自前で超音速機を作ろうとした理由、父さんがあんな死に方をしたあの戦争の指導者がハーリングだった。私はこの新入りに礼を言うべきなんだろうか。いや、虫酢をこらえきれないのはこの誰もが誰をも信じない腐った空気だ。諸君らに自覚を促すために特に伝える。本日東大へ移送されてきた新入りは国際停戦監視軍の軍事法廷による有罪者。その罪は重大。なんとハーリング殺しだ。タックネームはトリガー。我がオーシア軍団444航空基地機構隊に本日付で所属となった彼だが、その存在は一個のシンボルたるに過ぎない。ハーリング殺したのか否かの違いはそれほど大きくはない。諸君らもまた何らかの罪により服役中の身である。諸君らには自ら犯した罪の償いをする義務がある。当隊には搭乗員資格者が複数いる。このため司令部は不足する戦力に充当するため、諸君らを用いてワイアポロ山脈への偵察飛行を行わせることを提案してきた。だが長官はこれを拒んだ。諸君らの罪はこの基地にあって償われなくてはならない。ここは敵の攻撃を吸引するためのおとり基地だ。諸君らがここでおとりとなり敵の攻撃を引き受けることで、我が軍の反撃主力は無傷のまま準備を整えることができる。爆撃です。兵法を止めろ。いつものやつだ。この僻地ザップランドまで暇なやつだ。さて、何機かスクランブルしてもらわなくてはならない。またか。今回は何機落ちるか。用意戻されるよ。ダミー滑走路の上空に航空機を確認。形の上だけ揚撃機が上がれば十分。廃棄寸前だが、まだ離陸できる機体を何機か用意した。今回も重罪の者からこの任務に当たってもらう。まずはハーリング殺しのお前からだ。敵爆撃機の撃墜までは期待しない。この基地から揚撃機が飛び立った事実だけを敵に見せつければよい。命令に従え、トリガー。滑走路へタクシングしろ。高度計を確認し、滑走路手前で待機。コントロールタワー、できればこちらからにしてもらえないかな。フェアエイド、おいチャンプ、こちらコントロールタワー、離陸許可は出してない。命令を守れ。うっしゃ。離陸準備中の機はスペアエイドに注意。強引に離陸しようとしている。さて、一番機は僕でいいかな。空に上がってみれば自然と決まるんじゃないの。良いことを言う。トリガー、お前のコールサインはスペア15。それがお前の空中での囚人番号。これから欺瞞揚撃を開始する。誰が敵を撃墜しろと言ったか。命令違反の者は独房だ。連れて行け。ミハイの孫娘たちはひっそりとおとなしく、だがひそやかに咲く貴族の気品を漂わせていた。私は自分の目が時折姉妹の方に移ろってしまうことを禁じ得ない。だがこの基地でそんな風なのは私一人ではなかったはずだ。夜になると彼らはミハイの周りに集った。ミハイの護衛機を任されたパイロットたち、彼らのジャンパーのワッペンは今はもうどこにも存在しない国の紋章だった。数十年前、エルジア王国が最初の国土拡張を繰り広げている最中に飲み込まれて消えた国の。ミハイは尋ねた。だが国とは何だ。空から国境線というものを見たことがあるのかね。私の世代はもう故国の言葉をしゃべれません。祖父母が使う言い回しがわからないのです。首をかしげると悲しそうな顔をされてしまう。何も答えないミハイの顔には
古い傷跡が走っていた。空の戦士として負った傷ではない。ミハイの故国はシラージ。彼の本名はミハイ・ドミトル・マルガレータ・コルネリウ・レオポルド・ブランカ・カロル・イオン・イグナチウス・ラファエル・マリア・ニケタス・ア・シラージ。彼がまだ若く大公国の世継ぎだった時、共和制を求める運動が起こった。ミハイに向けて引き金を引いたのは、彼が最も心を許していたはずの友だった。ミハイの国の革命はなったが、直後拡大するエルジア王国に飲み込まれて消えた。エルジア王家は彼と彼の一族を王族に準ずる者として扱おうとした。だがミハイはエルジアの一平民として徴兵される道を選んでいた。エルジア王は彼に空軍士官学校への編入を命じた。以来王家が倒れ、エルジアが共和国と変わっても、彼は命じられるまま戦場の空を飛んだのだった。実験基地が急に華やかになった。ミハイの孫娘の同級生が訪れたのだ。バラの紋章。この朗らかによく笑う娘こそ新エルジア王国国王の娘だった。王政を復古させるため王家の血筋として探し出された娘だった。だがこの王女を得たことこそエルジアの幸運だった。ミハイの孫娘が気高い夜空の月ならば、王女は太陽。感情が豊かに湧き出し、それゆえ戦火の中にある国民に向けての放送で多くが慰められた。娘たちの歌声。内心では祖国の独立を願うはずの護衛パイロットたちも微笑んでいる。ハーモニー。だがミハイはどう思っているのか。私は彼の神経データを除く技術者となった。だがそんな私にも彼の魂の奥にあるはずの故国に対する思いを読み取ることができない。諸君らの任務は囮として敵の目をそらすことで罪を償うことだ。さて諸君らは本基地から北西に位置した砂漠地帯ロカロハへ向かい、そこでエルジア軍の大規模駐留基地を攻撃する。この敵駐留基地の対空戦闘能力の詳細は不明。諸君らはこれを攻撃し、敵の対空射撃を誘発すること、できるだけ多くの敵弾を浴びることだ。それにより敵の発射点を確認する。その後、正規部隊の攻撃隊がこれを掃討する。なお、本作戦では後方に弾薬補給と機体整備ができる前線基地が設営されるが、これは諸君らのためのものではない。もちろんそれは正規部隊のためのものだ。おとりである諸君らは弾薬尽きようとも機関ラインを越えずに踏みとどまり、敵の射撃の的になるのだ。何機か落ちたようだが奇襲は成功した。だが機関ラインを越えて基地で補給と整備を行った者がいる。命令違反は独房入りだ。連れて行け。諸君らのような犯罪者を有効に利用した功績により召喚は勲功を賜った。一方で諸君らの中に命令に違反する者があれば独房が待っている。それを忘れないことだ。不満を述べる自由すら諸君らは囚人となる身を選んだ時に自ら捨て去ったのだ。さて諸君らの有効利用だ。エルジア領内への強行偵察を実施中のオーシア空軍所属部隊がある。だが事情により機関ルートが変更されることになった。
新しい機関ルート上にあるインシー渓谷は風光明媚なカルスト地形の奇岩地帯だが、そこの山肌に隠れるように点在する敵のレーダー施設及び対空兵器が脅威となっている。諸君らの任務は自らの危険を顧みることなくそれらを破壊し、この部隊を無事帰還させることだ。ただし攻撃を察知した敵の迎撃機と交戦する可能性も十分ある。そのことも忘れず、まともに飛べる機体を選べ。あいにく天候は最悪だが、出撃を拒む理由にはならない。繰り返すが、諸君らの帰還は重要ではない。強行偵察部隊を無事帰還させることが任務であり、服役中に期待される罪の償いなのだ。来たな。迎撃は彼らに任せよう。帰りも抜け道を使えればよかったのだが。そううまくはいかないぞ。帰ってきた連中が敵にすげえのが現れたと言っている。そいつは恐ろしく無理も無駄もなく近づいてきて、防空戦闘ではそこそこやってのけてた連中が何人かあっけなく食われたらしい。前にじいちゃんに聞いた話を思い出す。じいちゃんが現役だった終わりの頃にもそういう敵が現れて、みるみる目の前で編隊が全滅していったという。深のいる海に投げ出されて漂流する男たちみたいに、水面下から近づいてきて気がついた時には遅い。足を加えられて水の中深く、次々と。今回の敵もそういうやつだったという。にしちゃ帰ってきた数が多いじゃないか。よその部隊の編隊がそんな敵に食われてもこいつらは見捨てて帰ってきたんだ。いや、なんてことだ。 2,3 機多い。よその機体が混ざってる。護衛対象が撃墜され、にもかかわらず貴様らは帰還した。独房へ行き、そこで自分たちの価値を天秤にかけ直せ。全員連れて行け。そうか、生き残ったパイロットがこの基地に着陸していると。よし、できるだけ丁重に看護してやれ。食事も十分に。彼らの報告が好意的なものとなるよう丸め込まなくてはな。私自身がうんざりなのだ。懲罰部隊指揮官などという立場には。私はうちのについてこの基地まで逃げ帰ってきた他部隊のパイロットに聞いてみた。そんな敵に挑みかかったハンコ小隊2機があったんだという。味方が撤退するまで支える盾。どんな大バカ野郎なんだか顔を見たくなった。ずいぶん遅れて最後に祈祷したのは痩せっぽちの政治犯野郎だった。そんな罪をかぶせられたのが何かの間違いみたいに、いつも人よしそうにニコニコしてる男だ。こいつが何かを見てたかもしれない。私は先に誘ってみた。世間話から始めて、そろそろと探りを入れてみる。政治犯という罪歴と普段の態度がそもそも矛盾しているやつだった。こいつの話すことときたら図書館の本のことばかりだ。それもハイスクールの図書館で読んだたわいもない冒険小説の。ああ、私もその類のストーリーは嫌いじゃなかったさ。だが今はそれよりも聞きたいことがある。ああ、そん時のことか。雲の渦の真ん中で味方を撤退させようと頑張ってる変態がいた。大バカ野郎だな。そう思ったね。その上、見たこともないような腕前の敵機が現れて、そいつらを端から食い出した。一機ずつ
また一気と。だがそれを助けに行くさらなる大バカ野郎なんていなかった。お前は遠巻きに見物してたってわけだ。ああ、俺もまさか自分があんな中に突っ込んでいくことになるとは思ってなかった。長い長い回り道の末、やっと聞き出すことができた。こいつじゃない。こいつはこいつの変態猟奇に引きずられてあそこに踏みとどまっただけだ。大バカ野郎はあのハーリングを殺した男で、気分はどうだった？今でも肝が冷えてるよ。だがちょっといい気分でもある。大バカ野郎だな。ああ、やつがな。私はハンガーに行ってトリガーの機体のエンジンを嗅いでみた。この焦げ臭さは無理に無理を言わせてぶん回した匂いだ。正体が分かればそれでいい。私はこの大バカ野郎のことをちょっと離れたところから見守るだけだ。父さんができなかったことをやってのけたやつなんて肌が合いそうにない。ああ、けどいざという時のためにほんのちょっとした魔法をやつの機体に仕掛けといてやるくらいのことはしておくさ。整列。前回作戦の命令違反により独房へ入っていた者もそこへ並べ。命令違反を繰り返すことは絶対に許されない。肝に銘じよう。我が軍にとっての脅威は大量に供給される敵の無人機群だ。諸君らはエルジア領内深くへ侵攻を起とする我が軍主力の道を開くために敵の燃料プラントを破壊しなければならない。司令部によればアルティ旅行の生成基地から定期的に内陸へ燃料を輸送している形跡がある。おそらく各地にある無人機の基地へ燃料を供給しているのだろう。独房で糧食を外された者には心当たりがあると思うが、無人機を黙らせるためには飯を与えないことだ。河口側から侵入、敵の対空火器を殲滅し、両岸にある燃料基地及び石油タンカーを破壊せよ。諸君らは戦力ではない、捨て石だということを忘れるな。任務は成功。他に特に言うべきこともない。解散。上級司令部の覚えが良くなっているだと？囚人ともはどうでもよい。私一人が評価を得れば十分なのだ。諸君らの一部に最近では司令部が懲罰部隊も有効な戦力だと思い始めている。そう噂を流す者があるようだが、それは間違いだ。諸君らは自らの罪を任務達成をもって償っているに過ぎない。そういうあんたは勲章をもらいながらな。独房、連れて行け。では作戦を説明する。次はエルジア領内に侵入しての作戦だ。北のワイアポロ山脈にあるエルジア軍通信施設が敵の無人機群に関連する重要施設だと分かった。貴様らの任務はこの施設を破壊し敵無人機群を弱体化させることとなる。だが敵にとっても簡単に破壊を許せる施設ではないのだろう。一帯は偵察衛星によって常時監視されており、発見されれば対空ミサイルが飛んでくる。その餌食になりたくなければ、山腹から麓にかけて発生している雲にすがるしかない。雲を遮影物とし衛星から隠れられればミサイルを振り切れるやもしれん。ミサイルが発射されたら雲に逃げ込んで祈ることだ。ミサイルに撃墜されるか岩場に墜落するか選ぶ自由くらいは与えよう。近くにこの数がいるとは聞いていない。接近中の味方機、応答しろ。
任務は成功。他に特に言うべきこともない。解散。待てカウント、記録によればお前の撃墜数は日に日に増している。虚偽の報告をしているのではないだろうな。まあよい、他の連中を少しは見習え。こんなゴミためから逃れてやる。奴らが稼いだ撃墜数で俺は軍中央へ帰り咲くのだ。いつの間にやら正規部隊扱いだ。基地をユージア大陸内陸に移動させるとやらの命令が出た。輸送機まであてがわれた。ただ私がそもそも軍人ですらないということだけは忘れ去られてる。地図を出してみる。向かうのは最近上陸作戦が行われた島だ。例の軌道エレベーターだってそこそこ近い。ここの飛行場は軌道エレベーターの支援基地の一つだという。話はもちろん怪しい。私らは輸送機でこの飛行場へ移動する。戦闘機なし、身一つでだ。そして敵基地の格納庫に残っている機材を利用して戦えというバカな命令だった。お前たちは正規の戦闘部隊じゃない。本来なら地雷除去にでもさせられるのがいいとこの懲罰兵だ。懲罰部隊は懲罰部隊らしく、因数外の兵器で戦え。電話だ。基地移動の荷造りのどさくさの中、懲罰兵には触れることもできない電話機が見張りもなく放り出されてる。随分懐かしい見た目だ。最初に逮捕された時、すでに電話をする権利を奪われてたからな。こいつを通してその向こうにつながってるはずの故郷が嘘みたく遠く感じられる。私だって脱走の企てだけが脳じゃない。電話番号の一つくらいは覚えてたさ。それからしばらくして基地司令のところへ出向いた。聞いたろ。参謀本部から直々に電話があった。お前なぜそんなパイプを持っている？祖父が空軍中将で友人も多かったもんでね。で、あんただけ特別仕立ての連絡機で飛ぶんだろ。みんなには明後日に向かわしといて、自分だけは違う方向に。分かった。だが便乗させるのはお前だけだぞ。座席の空きは一つだけだ。それはいいことを聞いたと私は微笑んだ。整列、参謀本部からの通達がある。よく聞け。諸君らにはこれまでの作戦遂行の功績が認められ恩赦が下った。全員にだ。オーシア軍第444航空基地飛行隊は正規軍部隊に編入。一般作戦に従いユージア大陸南西部のハイラー島基地奪還作戦へ投入される。すでに戦闘が開始されており、南部の飛行場は取り戻した。今は島の北部で残存戦力と戦闘中だ。諸軍らはその飛行場の所属となる。戦闘は激戦を極めており、参加部隊はかなりの損耗が予想される。だが新たな戦地を与えられるのは名誉あることだと考えろ。懲罰部隊司令官である将官はここまでだ。私を含む基地司令部要員はユージア極東部の基地へと転属となった。しかしだ、補給による経由地ボルゴデレストはエルジア領内にある新オーシア国で、途中迂回しても最後はエルジア領上空を飛ぶこととなる。そこで貴様らから数名を護衛として連れていく。護衛任務に長けたと思われる者数名を人選した。以上だ、解散。おい待て、トリガー。貴様には護衛として飛んでもらう。腕前には多少不安があるがな、また無人機がやってくるかもしれん。何があろうと私の乗る機体を守り抜け。参謀本部直々による護衛機要員の指名がなければ貴様もタイラー島送りだったんだ。貴様ハーリング殺しのくせに裏から汚い手を回しやがって。いいか、怪しい動きを見せたらすぐに撃ち落とすからな。
してゆく連絡機を見送った。これから向かうのが地獄の底だろうが、まあいいさ。ここの懲罰兵どもにも、付き合わされる看守どもにも、そして訳も分からず父を蔑んでいた私にも程よい道のりだ。だがそういうものが似合わない奴もいる。あばよ、大バカ野郎。一気に詰められた。不明機は敵機と判断する。状況に対応しろ。オーバーワンを守れ。我が基地にようこそと言いたいところだが、事情は複雑だ。あの無人機は敵軍の最新の試験機だ。性能データの収集を予定していたのだが、とんでもないことをしてくれたな。いや、撃墜可能とは思ってなかったんだ、誰の手にも。ああ、諸君らの司令官の移動先は変更となった。戦局の厳しい前線への赴任となるだろうが、ご自分の戦績を強調されてたからな。ま、その通りになるだろう。諸君らの身柄については現在調整中だ。指示があるまで待機せよ。トリガー、そしてカウント、君たちの処遇について正式な決定が下った。中隊長たっての希望もあり、君たち2名は我が部隊へと正式に配属される。過去に例のない抜擢ということで、君たちを特別な目で見る連中がいるかもしれない。だがそれは自身の活躍により覆すものだ。その力があると信じている。それではブリーフィングを開始する。かねてよりエルジア軍の無人機による自動揚撃システムのため、我が軍の反攻は停滞していた。これは IFF に応答しない軍用機が一定エリアに侵入すると自動で無人機が離陸、対象への迎撃行動を開始するというものだ。しかしこの揚撃システムには警戒網の穴が存在することが判明している。これは別の部隊が実際に警戒網に近づき偵察および戦闘を行うという危険な背踏みによって得られた貴重な情報だ。我が隊に配属となったパイロットはその任務を生き残った2人というわけだ。この犠牲の上に掴んだチャンスも、敵に隙を塞ぐ時間を与えてしまえば無駄になってしまう。そこで我が隊に長距離戦略打撃作戦が発令された。我々は引き続き本隊とは切り離された長距離戦略打撃軍として秘匿作戦を展開する。サイクロプス隊、ストライダー隊の各隊は長距離攻撃に特化した特殊戦略部隊としてエルジア領内へと深く侵攻。エルジア領内の重要標的を攻撃しつつ、大陸北部から首都ファーバンティへの侵攻ルートを切り開く。最初の作戦としてユージア大陸北方に集結している敵の主力機動艦隊ニオルド艦隊への攻撃を行う。以前よりスナイダーズトップ周辺海域には敵艦隊の大型補給基地が確認されている。現在そこに敵艦隊が集結しているらしい。目的はもちろんオーシア軍のいるユージア東部への攻撃だ。それを敵が予想しえない長距離進行攻撃で破壊することができれば、損害以上のダメージを与えられる。だが先行艦隊は装備を整え移動を開始していると予想される。敵艦隊との戦闘は避けられないだろう。また補給基地は洋上に大型のものが1機と、河口近くの渓谷内に中型が1機確認されている。なお作戦空域が広大かつ各所で大規模な戦闘が予想されるため、補給のための機関ラインを設定した。弾薬補給、機体整備が必要になった場合は各自の判断で積極的に使用してほしい。弾も機体も替えがきく。我々にとって最も重要なのは君たちパイロットの命だ。心に留めておいてくれ。反抗の第一歩だ。気を引き締めてかかれ。
サインはストライダー1、ストライダー隊の1番機だ。カウント、お前はサイクロプス2だ。サイクロプス1の指揮下に入る。作戦は成功した。敵の海上戦力に与えた損害は当初の予想を上回った。これ以上ない戦果だ。これにより東部沿岸に固まっていた友軍が動きやすくなるだろう。また今作戦の成功によりかねてから準備がなされていたアーセナルバード撃墜作戦が開始される。我々の長旅は始まったばかりだ。まずは体を休めてくれ。我が軍による反攻作戦により戦況は大きく変わった。しかし依然として大陸西部、そして軌道エレベーター周辺はエルジアの勢力下にある。皆も知っている通り、灯台を守る巨鳥アーセナルバードが空を支配しているからだ。そこで我々はストーンヘンジによるアーセナルバードへの狙撃作戦を決行する。隕石迎撃、そして大陸戦争でエルジア軍が兵器として運用したことで有名なストーンヘンジだが、大陸戦争当時、独立国家連合軍による空爆で大半の砲台が破壊されてしまった。ただしその時、隕石によって被害を受け復旧中だった1機は空爆を受けずに済んだ。オーシア軍は秘密裏にその1機の復旧を進め、基盤システムの再起動にまでこぎつけた。発射準備作業が完了すれば発射が可能となる。ただし作戦担当士官から2発目が撃てるという言葉を引き出せていない。つまりチャンスはたった一度だ。しかし難攻不落のアーセナルバードを落とせる絶好の機会だ。我々はこの作戦にかけたいと思う。この動きを察知したエルジア軍はストーンヘンジへの進軍を開始している。アーセナルバードも接近中だが、射撃準備が順調に進めば作戦空域到達前に撃墜が可能だ。ストーンヘンジの周囲に防衛拠点メンヒルを設置した。これを航空支援しつつ航空優勢を確保、巨鳥を撃ち落とすまでストーンヘンジを守りきるのが我が部隊の任務だ。アーセナルバードを一機でも撃墜できれば軌道エレベーターの防空圏を大幅に縮小できる。そして今ストーンヘンジ以外にアーセナルバードを落とす手はない。失敗は許されない作戦だ。多数の犠牲を払ったが作戦は成功した。この勝利が戦略的な転換点となる。アーセナルバードは残り1機となり、軌道エレベーターを中心とする防衛網は半分以下に縮小。これにより各地に駐留するオーシア軍の反攻も始まるだろう。私は首都の下町で生まれたから、祖国といって思い出されるのは私にとっては町の風景。でも人々はいろんな環境で暮らしているから、私は国民たちが住むあらゆる地方を訪れるの。エルジア王国にはたくさんの地方があって、それぞれにちょっとずつ異なる文化がある。
アーセナルバードを一機撃墜したことによりエルジア軍の防空圏を大幅に縮小することができた。航空優勢を確保できた地域にはオーシア軍が侵攻しユージア大陸の半分以上を解放したとのことだ。だが追い詰められつつあるエルジアはシエラプラタ近郊の弾道ミサイル基地を稼働させようとしている。現場では72時間前より人、物資の動きが活発化し、すでに発射準備は最終段階に入ったという判断が下った。ミサイルサイロは地下深くにあり、破壊するには戦略爆撃機の大型貫通爆弾による精密攻撃が必要だ。しかし、現在当該空域は分厚い雲に覆われており、爆撃機だけでは目標への精密攻撃が難しい。本来ならば天候の回復を待つのだが、状況が状況だ。事態は一刻を争う。そこで我が部隊が爆撃機の目となり、ミサイルサイロを探し出す。君たちは特殊兵装の代わりに照準ポッドを機体に搭載。当該空域を低高度で飛行し、稼働しているサイロを目視で見分け、それを照準ポッドで捉えよ。低層発射スイッチを押せば、照準ポッドが計測した位置情報をもとに爆撃機が爆弾を投下する。その上で着弾までの間、照準の中心にサイロを捉え続けなければ命中しない。飛行しながら爆弾の終末誘導を正確に行うには非常に高い操作技術が要求されるだろう。ただ当然ながら作戦区域には敵の対空火器や航空機の配備が想定されるから注意しろ。また先の戦闘により機材と人員に損害が出ている。本作戦にサイクロプス隊の参加はできない。トリガー、君のストライダー隊だけで作戦に当たってくれ。敵の弾道ミサイル攻撃を阻止することに成功した。ストライダー隊の諸君、中隊長不在の中よくやった。ロングレンジ作戦の最終目標である首都制圧に向けてその準備は最終段階に来ている。アーセナルバードと弾道ミサイル基地を立て続けに失ったことでエルジアは反撃の手を失いつつある。我々オーシア軍はこの機会を逃さずエルジア首都ファーバンティを落とすべく攻勢を強める。長距離戦略打撃群も最終段階を迎えるということだ。我々はエルジア北部レイニー岬にあるエルジア空軍の基地へと進行し、これを奪取する。この基地を来たるべきファーバンティ制圧作戦の前線基地とする計画だ。各隊は夜の闇に紛れながら基地南部の峡谷から侵入。峡谷内を飛行した後に基地を強襲する。なお峡谷上空には敵の監視網が張り巡らされているため制限高度を設定する。制限高度を超え敵監視網に発見されてしまうと作戦は失敗となる。注意しろ。また基地到達後は速やかに敵の防空戦力を排除し後続部隊の突入準備を整える。数分後には海兵隊員を満載したヘリ部隊が基地へと到着する手はずだ。基地ダッシュが本作戦の目標である。峡谷を抜けただけで気を抜くな。夜間の奇襲作戦であったが見事な働きだった。オーシア本土より潜水艦が到着し補給も開始された。この基地を前線基地としファーバンティ制圧作戦を開始する。ロングレンジ作戦の総仕上げだ。二度目のミハイの出撃は彼が実戦でどのように変わるのか計測するためだった。かつての彼にできたことで今はできなくなっていることがどれほどに及ぶのか、それを知りたいと思うのは私の中のどの部分なのだろう。ミハイの筋肉はその年齢からすると驚くほど柔軟で頑健だった。反射神経の衰えもほとんど見られない。だが
あまりにも長い飛行時間の間にさらされてきた超航空の環境は知らず彼の体を蝕んでいた。宇宙からの放射線にさらされ続ける成層圏は本来人間の住むべき場所ではないのだ。二度目のミハイの出撃では応急的に改良したスーツを用いた。離陸時には調子が良さそうだったが、帰投した彼はボロボロに疲れ果てていた。思いのほか粘る敵機と遭遇し、空戦が限度を超えて長時間に及んでしまったのだった。このスーツではダメだ。これではまだ彼は全能力を発揮しえない。私が書いた使用書通りに仕上がったスーツが到着した時、ミハイの孫娘は歪んだ目で私を見つめた。この祖父にまだ苦痛を与えるのかと。ミハイ自身は無表情だった。彼は地上のあらゆるものに興味を持っているように見えない。大丈夫なはずだ。今度のスーツさえあればミハイは何の苦痛もなく思い通りのマニューバに挑むことができるはず。新しいスーツを着込んだミハイが離陸する。その瞬間私は理解した。足を収めると同時にミハイの機体は急激に起動した。これまで見てきたものと明らかに違う鋭さ。ミハイは工事軌道を繰り返し遥かな空の高みへと上昇していった。護衛機たちを置き去りにして、私は理解した。国を奪われた王であるミハイがなぜ地上のあらゆるものに母国だとか国への帰属というものに興味を示さないか。それは対空こそが彼の王国だったからだ。エルジア王国首都ハーバンティ制圧作戦を開始する。本作戦軍の総仕上げだ。ハーバンティ南部にあるエルジア軍総司令部を制圧し、この戦争を終わらせなければならない。ハーバンティへは北部、東部から地上部隊、そして南西の海上から機動艦隊が進行している。我々は首都上空の航空優勢を確保しつつ、敵に味方の地上部隊、艦隊への航空支援を行う。陸海空、それぞれ激しい戦闘が繰り広げられることが予想される大規模な戦いだ。北部に補給のための機関ラインを設定した。弾薬補給、機体整備は各自の判断で行ってくれ。また本作戦と並行してエルジア軍がハッキングした通信衛星群の破壊作戦を行う。掌握したと考えている情報通信系統が破壊されることでエルジア側は大きく混乱するであろう。首都陥落後にエルジア軍を孤立混乱させ、終戦に向けての動きを有利に進めるためだ。しかしそれはあくまで首都制圧後の話。この戦いの主役は君たちだ。エルジア軍も必死の抵抗を行うだろうが、首都制圧を必ず成功させこの戦いを終わらせよう。ここはエルジア領にほど近い国際停戦監視軍の前線基地だ。キクンラ以外の友軍機は別の飛行場に緊急着陸したのかもしれない。情報が何もないのだ。首都制圧作戦は最終段階まで進んだとみられるが続報が入らない。敵通信衛星の破壊は成功し、エルジア軍幹部数名の死亡までは確認できていた。しかしエルジア側も同じことを考えたらしい。ほぼ同時に我々の通信システムが攻撃され破壊された。復旧の見込みがついているのだかどうだかも通信が入らない。しばらくそのまま待機していてくれ。
混乱の引き金を最初に引いたのはどちら側だったのか、今となっては明らかではない。せっかく敷設した無人機による自動揚撃システムを迂回する長距離攻撃をオーシアが取り始め、この攻撃飛行隊の通信と後方の手段を奪いたいとエルジア側が思ったこと、自らは衛星打ち上げ能力を持たないエルジアがハッキング技術によってオーシア側の通信衛星と後方衛星の半分をジャックして使っていたのに対して、オーシア軍が業を煮やしたこと、両軍の対衛星攻撃ミサイルを積んだ戦闘機が発進したのは偶然にもほぼ同時だったと思われる。互いの保有する軍事衛星を攻撃し合い生み出された大量のスペースデブリは攻撃対象ではなかった衛星たちまでも破壊していった。今のこの世界を支えているのが情報的な見通しの良さなのであれば、それがついえた。後に残されたのはひたすら混乱。通信が途絶え、放送が途絶え、すべての情報が断たれて、一つの大陸にわたって展開していた両軍部隊はそれぞれに孤立化した。エルジア領になっている小国出身者の多い部隊はこの機会に独立を勝ち取ろうと次々に反乱を起こした。オーシア軍がなぜいくつかに割れて互いに臨戦態勢に入ったのかは私にもわからない。命令を発する権限をめぐってのいさかいがあったのだろう。かつてエルジア軍とオーシア軍が戦っていたこの大陸の上には今では無数の軍友が割拠しているというありさま。オーシア軍には囚人部隊がいて、これが反乱を起こしたという噂も耳にした。噂か。こうなってしまうと、そんな儚いものがこの辺境のこの潮の湖までよくも漂いつけたものだ。私も本社と連絡が途絶えてしまった。コンピューターのネットワークが全てダウンしている。無人機を無線操縦ではなく自立型 AI 装備としておいたのはこの場合正解だった。 GPS の電波広報がダメでも自らのセンサー類に基づく自立広報でなんとかなる。彼らは今でも正確にその任務を果たしているに違いない。ミハイから最後に得たデータを何とか送りたい。この状況ではすでに飛んでいる無人機の AI をアップデートするのは不可能かもしれないが、生産中のラインに持ち込むことはまだできるかもしれない。私はデータを携えて後方へ向かう用意を整える。そうだ、彼女たちも連れて行かなければ。実験助手のマーサにミハイの孫娘たちに旅支度をさせるようにと言った。マーサは若いが年の近い娘たちはかえってよく言うことを聞いてくれるだろう。遠くにやはり安全な領域を求めて退避していくのだろう機体が見えた。あれはバラの紋章。エルジア側の衛星破壊を発端とする通信網の麻痺だが、我々オーシア軍にも影響が出てしまっている。ユージア中に波及し、未だ回復の見込みも立たない。エルジア側の対抗策かどうかも不明だ。だが我々は事前に立案された作戦計画に従い、ファーバンティ解放後に予定されていた次の作戦を実行に移す。エルジア軍将校の中にオーシアが開戦時より秘密裏に連絡を取っていた男がいる。首都を抑えられた今、エルジア内の急進派は急速に支持を失い、パワーバランスが変わりつつある。司令部はこの将校を窓口にして和平交渉をまとめることができると考えていたようだ。将校は現在アンカーヘッド市郊外に潜伏しており、オーシア軍から派遣された護衛と合流している。彼らはこれから市内東部の港湾地区にあるヘリとの合流地点を目指し、一般車両で移動する予定だ。そこで再編成したストライダー隊で将校の護衛をする。
基地に防衛能力を残すためサイクロプスは待機だ。首都を失い通信網が機能していない今、エルジア側に統制の取れた反抗ができるとは思えない。だが将校の動きを察知したエルジア軍情報部が軍残党を動かして妨害してくる可能性が高い。将校から目を離さずしっかりと守りきるんだ。ファーバンティを制圧したからこそ得た貴重な終戦のチャンスだ。各員最大の検討を。なお先の通信障害により通信衛星を用いた敵味方の識別が信頼できなくなっている。そこで各機体に搭載した赤外線カメラの映像を処理し敵味方識別を行う。まずはハッドにアンノーンと表示されるが、対象に近づき一定時間捉えることで識別できるはずだ。上空の大仕明、こちらオーシア陸軍カール隊員だ。聞くんら護衛要員か。聞いていた部隊とは違うようだが、本当に味方か。こちらロングキャスター、長距離戦略打撃群の早期警戒管制機だ。カール隊員、彼らは味方です。ロングレンジ部隊か。では噂の2機もいるんだな。だといいんだけどな。この機体は民間人を輸送している。護衛機をつけているが戦闘の意思はない。手も出さないでくれ。来たか。諸軍、迎えの大仕明です。接近中の大仕明空軍機、陸軍を語るとも手が込んでる。交換命令の内容までつぶれんじゅう。そのくらいはやる。参謀本部からの出迎えが本気の声を使う。間に合わない。への攻撃に対応するため警戒待機中だったサイクロプスが迎撃に上がった。機体が準備でき次第俺たちも上がる。それとな、ラバルトは死んだ。なんだと。作戦空域から離れたエリアで別のオシア軍機から攻撃を受けたらしい。戦場は混乱していたが、しかしな、ともかく風間命令書で予定された作戦はここまでだそうだ。以降の方針は全く立っていない。今はとにかく自分の身を守るしかねえ。司令官はどうした？部屋から出てこないが生きてはいるようだ。泣き声が聞こえるからな。私らは上陸部隊が占領した島に着くはずだった。やってきてみればバカバカしい。まだ攻略の途中で膠着状態にはまってやがった。私がその中にあるものを修理して戦闘機の格好にして懲罰兵どもに与えなくちゃならない。その格納庫もまだ敵の手の中だ。どうしたものかと問い合わせようにも通信はほとんど落ちてしまってる。通信がダウンして大混乱に陥る前、最後の最後に流れてた無線の会話では、オーシア軍の中にいる懲罰部隊の囚人兵たちが反乱を起こし戦闘機で味方を攻撃しまくってると言っていた。私らの他にいくつこんな部隊があるんだがないんだが、互いに信用できなくなったオーシア空軍機は味方撃ちを繰り返してる。そんな雑音も見聞きすることがなくなって今は静かでいい。聞こえるのは砲声だけだ。かつて懲罰部隊航空部隊だった我々は自動小銃を武器に地上を歩いてる。オーシア軍からも撃たれかねないからな。散々我々のことを映像に押し込んだ監視どもも一蓮托生、身を寄せ合うのが一番だと思ったようだ。今じゃ我々の生き残るための戦力の一部になっている。いくつかの地上戦を乗り越え地面の上を歩き続ける我々の前にそそり立つ何かが現れた。バラのマーク。これは墜落したエルジアの連絡機だ。監視が連れてる犬が何かを嗅ぎつけた。向こうの崖っぷちに何人か倒れてるのが見える。私は全てを失った。国王の座にあることがまるで似合わなかった父は
ロシア軍の首都攻撃の中で死んだと聞いた。私を安全な場所に運ぼうとしてくれた人たちは反乱軍から撃たれて不時着する飛行機で亡くなった。私の親友はここで私を襲おうとした兵隊を噛み殺して銃弾を浴びた。あれほど互いに手を取り合うことを放送で訴えてきたのに、みんなそんな風であると信じていたのに。ここで私を撃とうとしたエルジア兵は私がエルジア王国の王女であると知っていた。また誰かがやってくる。もう守ってくれる存在は何もない。私はもう動くこともできない。彼らの犬がもう動くことのなく横たわった私の犬に鼻を寄せて悲しそうな声を立てている。私は考えることも忘れて、見慣れない格好をした兵隊たちが差し出した水のボトルに口をつける。どのくらいここにいたんだい？と尋ねられ、3日と自分の声が出たことが信じられない。この人たちは皆いかつい顔をしていて、もしも私がエルジアの王女だと気づいたら、私を乗せてきた飛行機の操縦室を調べていた女の人が戻ってきた。こいつは対空無線機だ。まだ使える。女の人は私に何か食べさせるようにと仲間に言って隣に座った。そして小声でこう言った。さっきからここで何を見てた？ああ、まあ話は分かった。お前たちの意見は理解できたよ。パーバンティ制圧、そしてエルジア軍将校の護衛、そこまではよしとして、そこから先の作戦方針、我々が当たるべき任務を俺はよく知らないままここにいる。相変わらず通信回線は軍も民間もまともに機能してないしな。本体からの命令もまるで届かない。とはいえエルジア軍残党が無数にいるここにこのままとどまり続けるのも危なすぎる。ここから先は自衛を考えよう。さっきのカウントからの提案だが、おっと、このタイラー島へと移動しようと思うんだ。開戦前にオーシア軍の大規模基地があった島だ。カウントは前にいた部隊がこの島の奪還作戦に投入されたと言っている。タイラー島は軌道エレベーターまで無補給で行ける唯一の基地であり、さらにアーセナルバードへの弾薬や無人機の補給を行うサプライシップの発着場でもある。軌道エレベーター奪還を狙うオーシア軍にとっては二重の意味で手に入れたい重要拠点だったはずだ。予定通りに作戦が進行したのであれば、すでに基地が取り戻されている可能性がある。投入戦力の規模を聞いた限りじゃ、まあ固いところだという気がする。上陸部隊が橋頭堡を開いてるんだ。オーシア大陸との輸送路もできてるってことか。補給船がそれだけの拠点ならエルジアだってタダで手渡すまい。相当な激戦になったんじゃ。まあ敵がまだ残ってたとしてもちょろいもんだろう。俺は家に帰りて。俺もだ。トリガー、お前の意見は聞くまでもないって顔だな。トリガーが腹をくくったってんなら私も行く。そうだな、トリガーと一緒に行く。よし決まりだ。ここを引き払って前機でタイラー島基地へ向かう。アーセナルバードの防空圏は避けられるが、エルジア軍の残党との接触はありそうだ。光線による消耗はできるだけ避けて島へたどり着きたい。足の速い機体とセッティングを選んでくれ。さあ俺たちお得意の長距離旅行だ。遅いやつは置いていくからな。キャスター、発煙筒の煙を確認した。3、2、1、発射。1、2、3、マスドライバー加速中。
よし、早く座れ。全員揃ってるな。よかった、サプライシップを撃墜できたのはよかった。それと難民たちを救えたのもな。だが諸手を挙げて喜べる状況じゃないことは変わらない。この基地のコマンダーまで振動で言動がおかしくなってきている。まあ無理もないが、結局タイラー島は完全な無政府地帯になっていた。そしてこの基地ももう安全ではない。ここにいる顔ぶれだけが味方だ。互いの顔をよく見ておけ。私らは動く船を見つけて島を離れた。あの島は私らがいるべき場所じゃない。こいつの名前はジョルジュというらしかったが、政治犯野郎はベルカ語でゲオルグと呼びかけた。こいつがベルカ人だってなんでわかるんだ？まあね、俺も両親ともにベルカの家の出だったんでね。初耳だな。ベルカ人は皆陰謀が得意だというが。そいつは偏見だね。俺は公明正大に自分の考えることを主張して牢に入れられたんだ。王女も同じく抑うつ的になっている。なかなか見どころのある大バカ野郎っぷりを見せてくれたのにこのざまだ。あれを見てみな。この船が向かう先には空から垂れた一本のロープ。あの先がどこまで届いてるか知ってるか？宇宙。違うな。人間の一つの可能性ってやつにつながってたんだ、この戦争になるまではな。あの人は本当は、本当は多分どこか遠くの混乱の源につながってるのだと思うの。戦争より前、ハーリングがあれを作ろうとしたところから世界はおかしくなった。あれを作ったハーリングという人はたくさんの犠牲を払ってまで作り上げたものを自分の手で壊そうとした時、何を考えたのかしら。犠牲？なんだ？タイラー島の飛行場で見た使われなくなったたくさんの宇宙王冠機。ああ、私にはスクラップの山と見えたが、あれは軌道エレベーターの建設と引き換えに途絶えさせた技術だ。ここで軌道エレベーターを倒したら、人が宇宙に登る手段を取り戻すまでもう一度遠い出発点からやり直さなきゃならなくなる。なのにハーリングは軌道エレベーターを壊そうとした。自分の命と引き換えに。私が聞いてきたのと違う。ハーリングは飛んでくるミサイルの盾になって塔を守って死んだんだ。私は自分が乗った飛行機をあいつにぶつけて壊そうとしたって。どっちが本当なんだろうな、王女様。わからない。客観的に見ればどちらとも取れる行動をあの時ハーリングは取っていた。それをどっちだと思うかは鏡だな。ええ、そのどちらだと思うかで、実は自分自身の心を映す鏡。今の私には暗くにしか映らない。あんなもの倒れてしまえと思ってる。ブリーフィングを始める。と言っても司令部からの命令も何もなく俺の作戦だがな。タイラー島奪還とオーシア本国からの救援はまだ先になる見通しだ。俺たちは自分の力で生き延びなくちゃならない。
首都ファーバンティを失って以来、統制を失ってエルジア軍も小勢力に分かれて群雄割拠だ。どうやらその最大勢力であるエルジア軍主流派の大部隊がこの基地の近隣を通過するらしい。例の軌道エレベーターへ向かいたいんだろうな。軌道エレベーターは何かの要ではあるっぽい。どうする、迎え撃つのか。何のために、今さら戦争遂行でもある前に。我々は家に帰ることを優先すべきだ。よそ行こう。そうだ、どうせ満足な補給もできない今の俺たちにはそいつらと戦う力はないし理由もない。ただな、もしその敵がこっちに飛びかかってきたらどうする。自衛の力を蓄えておかなくちゃな。ここからエルジア内陸部へ飛んだところに古い城を改修した物資備蓄の拠点がある。シラージ城だ。エルジア軍から離脱した少数の勢力も多少は駐屯しているらしいんだが、何より燃料弾薬は欲しい。高速道路を改修した滑走路もあるらしくてな。敵航空戦力が出てくる可能性もないではないが、敵主力を相手にするよか組みしやすいだろう。まあこちらも前期で攻撃するのは無理だな。奪った補給物資を運ぶ輸送機の護衛も必要だ。よし、じゃあストライダー隊は先行して備蓄基地を襲撃、敵戦力を無力化する。その後輸送機を連れたサイクロプス隊と合流、補給物資をこの基地に持って帰る。なるほどな。航空機以外は大した脅威じゃない。いけそうだ。生き延びよう。そして家へ帰るんだ、みんなでな。いった、もうしばらくは食うものと燃料に困ることはなさそうだ。幸いにもエルジア地上軍がこの近隣を進軍するというのもただの噂だった。上空からは見える土煙一つなかった。噂、通信網を失うとこうも脆いもんかな。ああ、一つ確かな情報がある。トリガーが落とした機体は X02Y バーンの改良型だ。前の大陸戦争の時開発されてたやつだ。エルジアはそんなものまで使ってやがった。もっとも前の戦争じゃベルカ製も出回ってたという曰くの機体だからな。もしトリガーが落とせてなかったらと思うと今でも鳥肌が立つ。よく勝てたもんだ。戦争なんてそこのそこじゃ何がうごめいてるか知れたもんじゃないが、その全部が解き放たれちまったみたいだ。きちんとした命令系統、約束されたソーティー達成後に待つ休暇、敵味方の識別が可能な戦場、そういったのが混乱の向こうに消えちまった今、全部が幻だったみたいに思える。この状況から脱出する方向ってどっちなんだろうな。たどり着いた本土にも軌道エレベーターの支援施設があった。ここは天まで届いて伸びるエレベーターの構造体を作ってきた工場らしかった。ロビーの壁画の前に小さな女の子が座り込んでいて、それを見た王女は一瞬震えた。女の子が抱いたぬいぐるみ、タイラー島の経験はまだつい昨日のことだった。女の子は黙って王女の手を取り、工場の奥へと引っ張っていった。以前に知り合いだった二人だったのかもしれない。工場の中はエルジアの無人機の生産ラインに変わっていた。完全自動、無人のまま作り続けられる無人機の群れ。連れてこられた場所で王女は立ち尽くした。もう一人の娘が男の手を押さえていた。男の手はコンピューターの上で凍りついていた。娘はデータチップを抜き取ると床へ捨てた。そして私たちの方へやってきて、看守の腰の拳銃を抜き取った。引き金が引かれ、床のチップは打ち砕かれた。
後で分かったことを織り交ぜて話すなら、娘はぬいぐるみの女の子の姉、姉妹は伝説の撃墜王ミハイア・シラージの孫娘たちだった。おじいちゃんから聞かされた前の前の戦争のトップエースの名だった。男はベルカ人、ベルカとは混乱の源、とんでもない先端技術と国家間を混乱させる謀略の卸元になることを好む民族だ。そう、私はベルカの民、かつての戦争で7発の核爆弾を自国内で使い領土を自ら破壊してしまったベルカ。以来世界の背後にあって何十年にもわたって何度となく戦争を生み出してきた。それこそが自分たちの運命と立場を取り戻してくれるのだと信じて、私が今ここで入力し終え、その後にミハイの孫娘が打ち砕いたのは彼女たちの祖父から絞り取ったデータだった。このデータを得るためにミハイがどれほど肉体的に痛めつけられたのか、最も身近で見ていたのがこの娘だった。それほどの苦労も私がこの孫娘に約束した戦争の終結には結びつかず、絶望的な混乱を作り出しただけだった。私たちは混乱の源として恨まれ、捕らえられ、迫害の対象となっていた。味方してきたはずのエルジア人たちから、ミハイの孫娘から、私を貫く刃のような眼差しを向けられるその以前から、私にはもう仕事を続ける理由などなくなっていた。孫娘はこんなものを持っていればあなたたちと同じになってしまうと言って拳銃を投げ捨てた。あなたたちの中には王女も含まれているようだった。王女もまた彼女の目を恐れていたようだった。王女が国民を鼓舞し進めてしまった戦争、彼女と彼女の祖父の老人もまたその犠牲者となってしまっていた。ベルカのため、エルジアのため、祖父の望みはただ一つ、あの大空で生き続けたいという、それだけだった。そこしか生きる場所がなかったから、私には空どころか帰るべき国すらない。黒い森も湖もとっくに私のものではない。たとえ懐かしい亡き母の思い出の土地だったとしても、私たちはそんな郷愁から離れ、もっと大人にならなきゃならないの。祖国は今となっては遠いな。確かに。一方で侵入者の女は一人、もっと現実的なものを見ていたようだった。コンピューターを調べた。伝説の撃墜王のデータはすでにインストールされている。いや、私が途中でカットした。だがすでにそのデータを載せた機体が2機だけ作られることになってしまっている。工場を爆破しよう。こことは限らないんだ。同じような施設が複数ある。究極のデータを搭載した2機はそのどれからか生まれる。ここは軌道エレベーターが太陽エネルギーから作る電力で動いてるんだな。他もか。軌道エレベーターをぶっ壊して電力をカットすれば、とりあえずここを爆破するぞ。ああ、破壊すべき要所を教えよう。私が考えていたのは、あの入り口の壁画。ハーリング自身が描かせたもの。そこに描かれたのは、世界中の各地に建てられたいくつもの軌道エレベーター。はあ、軌道エレベーターはエルジアから収奪するためのものではなかったんだ。その後
軌道エレベーター本体をぶっ壊す。建設の目的はどうあれ、あれこそが今や混乱の源だ。あなたは。ん？あなたならどちらを選ぶかしら。ハーリングの鏡の。ブリーフィングを行う。作戦飛行はもう十分だろう。俺は早く家に帰る道がこのままじゃ見つからん。どっちへ向かって飛んでも誰かが弾を撃ってくる。見てくれ、先ほど部分的に復旧した一般のネット回線経由で送られてきた通信文にあった内容だ。エルジア急進派が軌道エレベーターに集結していると言っている。軌道エレベーターはエネルギー源だ。戦争マニアに莫大なエネルギーを与えればこの腐った戦争はまだまだ続いてしまう。これに反対する者はオーシア、エルジアの国籍を問わず集まって海と空からの飽和攻撃で残りのアーセナルバードを沈めようと言っている。そして軌道エレベーターを戦争遂行者の手から奪うのだと。ところは確かなのか。騙そうとしてるかもしれない。だが見てくれ、最後にはこうも書かれている。一人の大バカ野郎へ、この世界を取り戻したければ東大へ集まれ、未来はそこにある。大バカ野郎、聞いた言葉だ。ああ、俺もそう思う。俺はタイラー島で出会った奴らだ。元444飛行隊のあの連中だ。俺は多くの人々へ向けた戦争終結へのメッセージであり、そしてトリガーへの指針なんだ。俺はそう思う。家に帰るには行くしかないか。綺麗さっぱりさせるか、あの残った巨匠もろとも。まとまったな。俺たちに道は一つしかないようだ。この戦争を終わらすことだ。軌道エレベーターへ飛ぶぞ。灯台を守るアーセナルバードをぶっ潰すんだ。援護を頼む。これ以上やらせない。ユルジア空軍の、いや、ホワイトアパイロットの意地を見せろ。すまない、助かった。気にするな。フォーメーションを組み直せ。数で押す。私だって無から飛ぶものを作り出す手は持たない。だが今
この局面で必要なのはまさにその力だった。ここへ渡ってくる船の上から沈みかけの航空母艦が見えたのを思い出して道がつながった。アドミラル・アンダーセン、昔の船乗りの名前だ。この船は戦争最初の無人機空襲の時まだ偽装中でドックの中で着底した。だから修復も早かった。アンダーセンの名は知っている。この前のオーシアの戦争で最後の戦闘機を指揮する空母から飛ばした。浸水し傾斜している飛行甲板から最後の機体を射出したんだ。それが戦争終結につながった。そんな昔話にすら私の心はしがみつこうとしている。他の連中だってみんな同じだ。失敗すれば何が来るのか、人類の歴史の終焉か。オーシア軍は艦上機の他に空軍機をこの船に乗せて占領した大陸の滑走路に運ぼうとしていたらしい。だが陸地の目の前でこんな羽目になった。大当たりだ。格納庫の中は宝の山だった。スクラップクイーンの腕を見るがいい。トリガーも他のみんなも聞いてくれ。作戦は成功した。エルジアの防衛戦力を無力化し、アーセナルバードだってぶっ潰した。だがあの2機の新型無人機がいる。あれらが全てを買い上がった。あのたった2機のためにオーシアとエルジア有志連合の航空戦力はボロボロだ。まともに飛べる機体があるのかさえ怪しい。しかもスクラップクイーンの話だと、あいつらは軌道エレベーターの通信機能を使って自分たちのデータを大陸各地の無人機生産工場に送ろうとしているらしい。自分自身を増産するためだ。しかも戦闘経験を積んで能力的に進化を遂げたデータに更新した上で増殖するだろう。戦争どころかこの星を人間じゃない者の手に渡すことになりかねない。俺たちは何としてもあの2機を落とさなければならない。俺たちが帰り着きたい。俺たちの家を守るためにも。さあ、俺たちにはスクラップクイーンがいる。どんな機体でも飛べるようにしてくれると言っている。最後の大仕事だ。トリガー、行こう。生きてこの戦いを終わらせよう。
星々の世界は今や我々の前に開けている。私たちの宇宙船に帰り着く港を与えてくれたパイロットに感謝します。広い宇宙が私たちの前に広がっています。私たちは今そこを目指し繰り返し登っていくためのゲートを手に入れました。そうか、彼女の帰還はこの日この瞬間だったから。この未来を与えてくれたパイロットに感謝を。未知なる空へ。人間の可能性をつなぐロープは残ったよ、じいちゃん。軌道エレベーターの付け根には難民たちの町ができている。今日もユークトバニアから援助物資を積んだ輸送機が飛来して空挺投下している。王女様が世界中に援助を呼びかけて、これがその答えだ。市役所職員みたいになって援助物資を配る仕事はあの政治犯野郎がいればお似合いだったが、ベルガ人のジョルジュが代わりにやっている。ここにはタブロイドが欲しがっていた新しい体制がある。ミハイの孫娘たちも手伝っている。ミハイか、あの灰色の髪の老人もここにいる。生きて生き続けて、孫の世代がこの先の未来を作り出していくところを何も生み出せなかった自分が眺めていかなければならないのだとは。それが罰なのか。そんな試練に耐え、大空を飛ぶ自由を失い、この身が老いて朽ちゆくことと付き合わなくてはならないというのか。そうして年寄りが年寄りらしくベッドの上で死んでゆけることこそ平和の意味なのさ。そうしたものをあの子たちはここに築き上げようとしている。今日も新しい難民たちが到着し、そして王女様は星空を眺めてる。ダークブルー、さらにその上の高み。聞こえますか？Tu te souviens de nos fleurs préférées qui chantaient tout près de nous du jour de ta déclaration.